日本神奈川県足柄下郡箱根町。箱根箱根は神奈川県足柄下郡箱根町の大技。郵便番号は250-0521。箱根関所跡や箱根峠で知られる。箱根エリア全体と区別するために観光案内等ではこの地域を便宜上、箱根町と呼ぶことが多い。箱根町の南西部に位置する町で、箱根町の旗塾。 元箱根、湯河原町の鍛冶屋、球場、静岡県田形郡神波町の桑原、道県三島市の佐野、及び道県裾野市の茶畑と隣接する。町の北側に、箱根火山の関留湖である足の湖が広がる。箱根観光船や足の湖遊覧船の発着場である箱根町港前の国道1号沿いには、土産物店などが並び、観光客で賑わう。 港の周辺には、箱根関所跡や箱根駅伝の足の湖、折り返し地点がある。南側は、箱根山外林山の峰々が連なり、東海道である国道一号が、箱根峠で外林山の稜線を越える。新編相模国風土戸機構の記載によると元が四年に、箱根塾が設置されたが、この時、江戸幕府は、箱根権限の門前町であった地域に宿場を設けようとしたが、 地元の反対にあって失敗したため、現在の箱根町箱根の地域に宿場を設置したと、される。当時の住民は、小田原塾、三島塾から50軒ずつ移住させられたとされ、箱根町箱根に現在残る、小田原町、三島町の字は、この移住に由来するとされる。また、小田原町は、小田原藩が、三島町は、三島大館所が管轄するという、 異なる領主が並存する特殊な統治体制だったとされる。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。箱根観光船、ありがとうございます。